十何年前のお話なんですけども、あのイギリスのあのロックバンドですね、あのレディオヘッドがあの来日したんですね。で埼玉スーパーアリーナでライブをやります。で僕もあの頑張ってあのチケットを取りまして、で連れと一緒にあの埼玉スーパーアリーナに見に行ったんですね。で埼玉スーパーアリーナに着きまして、チケットを渡してあのセキュリティチェックをあのかいくぐり、まあかいくぐりって別にあの何もあのやましいものは持ってませんからね、あのまあカメラとかあのお酒のチェックですかね。でまあそれをまあくぐり抜けて、で席の方に行ったんですね。でその2階席であの座りながら見れたんですね。お、これはラッキーだなっていう感じで、で始まるまで席であの座って待っていました。で、あの僕の前の席のやつが僕と同じぐらいかちょっと年下のやつで、であの一人で見に来てたんですね。お、本当にこいつは好きなんだな、気合入ってるなみたいな感じで思ってたんですね。で、もう席に座って早々にもうそいつがバッグの中からあの何かを取り出したんですね。でもあの瓶のあのウイスキーですよね。あのセキュリティチェックをくぐり抜けて持ってきたんだこいつはと思って。でもそいつがもうぐいぐい飲んでるんですね。おー気合入ってるなーっていう感じで見てたんですけども。で、あのレディオヘッドの前にあの前座のバンドがありまして、あのまあ30分やらないかぐらいの演奏をしたんですね。でまあそれが終わってレディオヘッドの登場ですっていう感じだったんですけども。その前の席のやつはもうずっともう飲んでても結構ベロンベロンになってるんですよね。で、レディオヘッドが始まった時にもうそいつももうあのもうすごい嬉しかったみたいで、もううおーみたいな感じでやってたんですね。で、そっからまたぐいぐい飲み始めて、もう2、3曲ぐらいしたらもうとうとうパタンと倒れまして、いきなり倒れて。で、もう後ろにもうパタンって倒れたんですね。で、パタンって倒れたらあの僕の膝があるわけですよね。で、もう僕の膝のとこでも寝てるんですね。で、僕も、もうそいつのちょっと気持ちを考えたら、まあ一人で気合入ってたし、まあしょうがねえなと思って、僕ももうずっと動かずに、もうそいつの、あの、膝枕状態で曲がどんどん進んでいったんですね。で、もう1時間、1時間半、もう2時間ぐらいして、まだ起きないんですね。で、もう本当にとうとう最後の曲になってしまったんですね。で、そしたらパッて起きたんですね、そいつは。で、そいつは何曲目で起きたか分かんないじゃないですかね。で、そいつはもう本当に1曲終わって、終わっちゃって、あれー、これが最後の曲だったのかー、みたいな感じで、もう、ちょっと酔っ払いつつも、もじもじしながら、帰っていったよ、という、切ないやつのお話でした。